よそ者だぜ。おい、どこの部族のもんだ。どこでもない、大陸から来た。ここで飲んでいいのはスケリッジの戦士だけだ。お前はどうなんだ。戦士には見えん。羊飼いか何かだろう。スケリッジの民は皆戦士だ。羊小屋で生まれようともな。まあわかるまい。大陸の男は奴隷同然だからな。犬が机の下で食べかすを食うみたいに主人の足元に這いつくばってんだろ。安らぎを求める旅人に噛みつき、自らと部族の誇りに泥を塗るのは誰だ。父親に何を教わってきた。親父の話はやめろ。ヨルンド、出ないと墓穴に埋めちまうぞ。よそ者さんよ、ここはケイアトロールドじゃないし、俺たちはアンクライトじゃねえ。歓迎されると思うなよ。あんたはよそ者を嫌ってないのか。嫌いなのは愚か者だ。出身は関係ない。リビアのゲラルト、ウィッチャーだ。シグバルドの息子ヨルンドだ。相手がいないなら一緒に飲もう。酒と会話は一人では楽しめない。やあゲラルト。あのしつこい二人組は誰なんだ。コリとクラキだ。いつも面倒を起こす。父親のレイフと同じだ。名を覚えておく方がいいか。嘘つきと卑怯者を知っておきたいなら、あいつらを覚えておくんだな。あんなに熱烈な歓迎は滅多にない。きっと大陸からの客は珍しいんだな。ああ。レダニア人やテメリア人がスケレッジに来ると、普通はケイアトロールドの海岸沿いを回るんだ。いい港があるし、商人もたくさんいる。それに族長は大陸人に寛大だ。刑事を見た。もっと詳しく教えてくれるか。その怪物のことを。亡霊の類だと思う。それか何かの化け物だ。エルドベルグに出る灯台の近くだ。最初は何でもなかった。ある夜灯台の明かりが消えて、船がエリンビョルンに行けなくなった。それで灯台を調べに二人の男を行かせた。当ててやろう。そいつらは戻らなかった。ああ、灯台森のミックヤールという男も行方が知れない。救助隊を組織して島に向かったが、上陸前に舵を反対に切って逃げてきたよ。島の岸に勇気がいるのを見たんだ。臆病者だと思うだろう。だがあれは剣でどうにかできるものじゃないと感じたんだ。俺にできるのは村中から金を集めることだけさ。力を貸してくれるなら金はお前のものだ。わかった、やってみよう。恩に切るぞゲラルト。お前はいいやつだ。地に隠れてる盗賊に気をつけろ。ただの霧じゃないぞ。亡霊ってのは倒しても意味がない。おい、誰かいるか。どうやってここへ。船でな。ここは島だろ。ミックヤールか、灯台森の。エリンビョルンのヨルンドに言われてきた。勇気はどこから来たんだ。バージェンでも同じようなものを見たな。いきなり現れたんだ。どこからともなく、火が消えて風が突然止んだ。それが始まりだった。
油を足そうと家を出たら霧が立ち込めてた。その時幽霊が現れたんだ。まっすぐこっちへ向かってきた。大慌てで家に戻ったが聞こえてきたんだ、俺の名前をささやく声が。ミックヤール、ミックヤールって。外を見たらそこに勇気どもがいた。他よりでかいのが一匹いたが、そいつの方から冷たい風が吹いてきたよ。窓がいてつくほどの冷気だ。そのでかい勇気について詳しく話してくれ。やつは他より賢そうに見えた。何でも知ってそうな感じだった。あまり役に立たない話かな。すまん、一度見たきりだから。その後消えてしまったし。亡霊は理由もなく現れない。何かに引き寄せられたはずだ。心当たりは？さっぱりだ。何もない島だぞ。灯台、俺の小屋、他には岩しかない。ドラウナーどもでさえエルドベルグには寄りつかない。奇妙だな。あたりを調べてみよう。ほら、これが灯台の鍵だ。中を見たければこれで入れる。何かに追われて逃げ込む時にも使える。法則を示す印、何者かによる悪意の象徴か。呪いだな。これが悪霊をここにつなぎ止めている。ペニテントか。出くわさなくてよかった。この霧と暗闇では奴らは倒せない。灯台に明かりを灯さない限り。ミックヤールが呪われたものなら呪いでここに束縛される。呪いを解く火を灯せるのは彼だけだ。何か分かったか。島はペニテントに取り憑かれている。現世に悔いを残した亡霊が裁きを下してるんだ。だけどここには俺しかいない。誰にも悪いことはしてない。誰にもだ。それは後で説明する。今は俺に力を貸してほしい。何をしようと。戦士でもないのに。それは分かっている。だがお前もこの馬車と一緒に呪われている。しかも呪いを解けるのはお前だけだ。島が闇に包まれている限りペニテントは無敵だ。外に出るのはごめんだ。殺される。きっとそうだ。あんたが言ってくれ。俺はお前を護衛する。さあ泣き言を言うな。油を持って出発するぞ。俺の気が変わる前に来い。見ろあそこ、やつだ。わかった。黙って明かりを灯してこい。いいか、お前がしくじれば俺もペニテントの仲間入りだ。怪物よ、さあどうする。長くは食い止められない。
だが、まだペニテントがここに取り付いた理由はわからない。油断しない方がいい。言葉と金の両方でたっぷり礼をしたいところだがな、あいにく財布は空なんだ。そんなことだと思ったよ。じゃあな。ゲラルト、東大の怪物の息の根を止めたペニテントだ。危険な亡霊だったよ。なぜそんなのがエルドベルクに現れたんだ。昔から平和な島でセイレーンですら住み着かないのに。あそこで罪を犯した者がいたんだ。恐ろしい罪をな。まあ気にするな。さて報酬の話だが。ああそうだな。ここにある全部お前のものだ。持って行ってくれ。元気でな。じゃあな。またお前か。スケリッチの蜂蜜酒が気に入ったか。嫌いじゃないね。じゃあ樽でも担いでさっさと出ていくんだな。まだもてなしの作法がわからんのか。仕方ない。痛みを持って学ばせるしかなさそうだ。そうだな。こいつらに礼儀を叩き込んでやるか。ダメなんかいいからこっち来いよ。喧嘩だぞ。気もせずに戦争、決闘、略奪、みんなつまらぬ理由で命を粗末にしよって。家族を連れてきた方がいいか。間に合わん。もう祖先のもとに旅立つ時間だ。時々俺を思い出してくれ、シグバルドの息子ヨルンドを。誇り高く生き愚かに死んだ男がいたと。あんたの息子たちがあの子らなんだ。いいえ、たった二人の息子だったんだ。俺の家族をよくも殺したな。すまんが身を守っただけだ。こいつの言ってることは本当か。どっちが先に剣を抜いた。わからない。何せあっという間の出来事だったから。
あいつらはどうしようもないならず者だった。ヨルンドがいなければもっと早くこうなってた。ヨルンドと俺たちには血塗られた因縁がある。奴の言い分など知ったことではない。これ以上争いたくはない。だが血を見たいなら容赦はせん。もし開きは俗称の前でするんだな。マッドマン・ルゴスが無罪と言えばお前は自由の身だ。マッドマンなんて呼ばれてる奴に裁かれるのか。それが嫌なら村全体が相手になる。たとえ剣が3本あっても生きては帰れんぞ。わかった、連れて行け。あんな酒場に寄ったばかりにこのざまだ。裁判はいつだ。族長がお呼びになった時だ。当分ないな。長いこと岩を割り続ければ裁判で余計なことを言う気力もなくなる。こいつは1年待ってる。あいつは3年だ。ルゴスは今日が裁判の日だと言っていたぞ。忘れたのか。ああそうだな。こっちへ。あいつは大ウィンの時代から続く筋を途絶えさせた。死刑がふさわしい。判決を下すのは俺だぞ。忘れるな。ですが奴はよそ者です。裁判どころか処刑に剣を使うのも汚らわしい。奴は続けてくれ。聞かせてもらおう。ゲラルト、こんなに早く再会するとはな。お前に呼ばれてきたんだぞルゴス。仕事があるんだろう。ああ怪物を殺す仕事だ。人じゃない。では始めるか。レイフはお前がコリとクラキを殺したと訴えている。何か言うことは。当然の報いを受けただけだ。何を言う。息子たちは思い上がったクソガキどもだった。喧嘩を売る相手を間違えたな。ほう、剣だけじゃなく弁も立つようだ。弁が立つ。これは侮辱。部族に対する侮辱だ。祖先から伝わる法によれば。黙れ。判決はもう決めた。リビアのゲラルト、2件の殺人について有罪を言い渡す。公衆による死刑だ。ただし条件を満たせば釈放する。2人の体重分の銀を支払い。知っての通りそんな金はない。あいつらが見た目よりずっと軽いのなら別だが。そんなことは分かってる。俺がその金を支払ってやる。なんと、そんなの法に反してる。ここでは俺が法律だ。帰れレイフ。俺を怒らせたら銀の袋を首に縛り付けて海に放り込んでやる。この茶番は何だ。ウィッチャーを雇いたいならそう言え。その方が安く上がったろ。ウィッチャー、お前にも誇りがあるだろ。ああ。お前の代わりにレイフに金を払った。これは貸しだ。お前の尊厳がかかっている。俺の言うことを聞いてもらうぞ。よく聞け。息子のブルーボーイ・ルゴスが冒険に出た。黒の軍団との戦でも修道院の略奪でもない。南にある夢の洞窟へ行ったらしいが、誰も戻ったことのない洞窟だ。お前は頭が切れて剣の腕もいい。息子を助けに行け。たとえ愚かな奴でも失うわけにはいかん。荷物を持ってすぐに行け。さもなくばお前の尊厳と名声は地に落ちる。その剣は確かにすごいが、斧の方が信頼できるな。最高の剣でも弱い奴が使うんじゃ価値がないだろう。